こんにちは経営コンサルタントの中野です今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います草コイン新聞購読視聴規約ここでね、一旦この動画を止めていただきましてここに記載されている第1条から第7条の文言を一語一句大きな画面でお読みください すべてね読んでいただいて一語一句すべて承諾できるという方のみこの動画の続きを見ることができます一語一句ね読んでも、えー、どっか一箇所承諾できないという方は一箇所でもね承諾できないという方はこの動画の続きを見ることができませんまた、えー、ここにね記載されている言葉を読むことができない人も この動画を見ることはできませんので、<laughs> えー、この動画を見ないで、他の人の動画を見てください。あなたのことですからね、気をつけてくださいよ。それでは、行ってみたいと思います !LINE に登録してくださいね。よろしくお願いします。はい、あとね、私のイラストです。シール、配っあの、シールを販売しておりますので、 えー、シール欲しい人はメールか LINE 電話でご連絡ください2019年4月30日火曜日暗号資産草コイン中野研究会いや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 いよいよ平成も今日で最後ですね大晦日っていうんですかね何ていうんですかまあほに年末みたいな感じがしますね10連休ですしね 今日の千葉県松戸市はねやっぱ朝から雨降ってますよ。昨日の夜から、ってか明朝からね雨が降りだして、ですねまあ寒いってわけじゃないんですけどね、ね涼しいって感じですね。えー、私の家の周りはですね神社,神社なので、えー、緑がね青々と茂ってきて、ですねまるで軽井沢のですね、えー、森の中にいるって ですね、本当に爽やかな日々を過ごしております。でまあ今日はですね、本当に元号が変わるということで、本当におめでたい日だということでですね、今日はテレビの前で過ごして、明日もね、明日は令和元年ですね、明日もテレビの前で過ごしてですね、えー、去る年、そして来るべき年をですね、 神妙なお餅でですね、お迎えしたいと思っております。今時刻はね、12時23分ですね。午前中はね、あの庭の、えー、え枝のですね植木、植木じゃなくて、えー、緑のですね枝の剪定をやっておりました。雨降ってきちゃったんでね、あの急いで家の中入ってきたんですけれども、 えー、もうちょっとね、真剣に、えー、やりたいと思いますが、雨だったら明日またやると思います。で、そういえばね、昨日はね、あの、本当にね、素晴らしい人にお会いしましたね。最近、毎日毎日日本全国から、まあ、たまには外国からもですね、えー、FX 教えてほしいということで、毎日毎日、松、ま、戸、あ、か東京駅ですね。 えー、お客さん、お客さんというか、個人の方がね、教えてほしいということで、えー、いらしてます。昨日もね、えー、まあ、とある高級官僚の方がね <laughs>、まあ、これ以上ないというですね、えー、高級官僚の方がね、いらっしゃいましたよね、4時間ぐらいずっとみっちり FX の話とかね、MT4 の話、まあ、その他、 えどういう仕事されてるんですかとかね、いろんな話しましたね。はい。いわゆる上級国民ってやつですかね。まあ、民度の低い人もいるかもしれないですが、僕もね、一応エリート YouTuber って言ったらね、炎上になっちゃうから言いませんけれども、昔はね、エリートサラリーマンだったかなと思いますけどね。昨日は本当に、まあ、 どこのね、中央官庁の、えー、どういう人が来たかっていうのはね、本当に内緒の中の内緒であって、秘密の中の秘密なんですけれども、まあその中でね、CIA とか、えー、フリーメイソンとかの話も出てね、まずいなと。言いすぎたかなと。<laughs> 言いすぎちゃったかなと思いましたね。はい。あのー、ちょっとおとり捜査に来たのかなと。 いうところでね、えっ、ー、と、昨日は本当に4時間ぐらいかな、えー。最初から最後まで気の抜けないですね。気の抜けない個人コンサルティングを行いました。えっ、ー、と、何なんだろうかと。うんえー、ひょっとしたら CIA の、えー、CIA の、<laughs> CIA の <laughs> 怒りに来たのかなと、しょっちゅう CIA の話してるからね。 だ皆さんも気をつけた方がいいですよ。本当にし僕は CIA と一緒に仕事してるんだとかね、フリーメイソンの内部を知ってるんだとかねあの、言ってるとですね、本当にそういう人たちが来ますからね、<laughs> 本当に来ちゃうからね、もういろいろ話し,しました。で、最後にね、あれですよ、まあとんでもないプレゼントをもらって帰りましたあ。こんなものあるんだと、こういうものってあるんだというものをね、 えー、もらってりました、あのー、昨日ね、早速、えー、有料会員の方にはね、その話をしたんだけど、えー、このこれを、こういうものが存在するってこと自体を日本政府は認めてないから、えー、YouTube で絶対話さないでくれと言われました。ただ、そのものを持ってるとですね、えー、まあ、あの、特別な権限が。 えー、国から与えられるということでね、常に身,身につけておこうかなと思いましたね。うん、なんだろう、きは本当にね、あのー、不,思議がな不思議な感覚に、えー、ずっとね、4時間ぐらいね、4時間から4時間半ぐらいかな、そういう個人コンサルを過ごしました。 で、今日はですね、あの、いよいよですね、XM の MT4 のダウンロードとインストールと、えー、調整の方をですね、やっていきたいと思います。こちらですね、第4回目ですかね。リアル講座への入金方法は終わりましたね。それと、MT4 ですね、まあ、あの、メタトレーダー4つでトレードソフトですね、のダウンロードとインストールをやっていきましょう。前回お話しした通りね、あれなんですよね。 えー、MT、えー、っと、だから、XM、海外の FX 会社っていうのは、えー、っと、だから、口座管理と、えー、トレードをするソフトが違うんだよね。別々なんですよね。にこ日本国内はほとんど一緒なんですよ。うん、まあ。ほとんどウェブブラウザでやるんですよ。口座管理も、えー、トレードも同じソフトでできてるんだよね。それは、 あの仮想通貨もそういう考え方あるよね。めんどくさいからえ、わかんない人多くなっちゃうから、口座管理とトレードのツールをね、同じ風にしようって、国内はね。でも海外は違うんですよね。口座管理はウェブブラウザーですね。入金・出金関係ですね。あと個人情報の登録、KYC ですね。ウェブブラウザーですね。で、トレードは MT4 というソフトでやります。あの、ウェブベースでもできるんですけど、 むちゃくちゃ遅い。んで、機能はすごい限られてて、ウェブベースの MT4 はもう使い物にならないですね。だから、じゃあ使わない方がいいんじゃないかなと思ってますよ。で、やっぱりスピードが命だからね。あの、スキャルピングとかってやるのがね。だから、僕は普通に MT4 使った方がいいと思います。あとは、スマホとかタブレットでできないんですかっていう問い合わせすごい多いんですけど、僕はやったときないんですす、おすすめできないですね。 うんでやらない方がいいい方がと思いますあのそもそもタブレットとかスマホっていうのは、まあ、外出先とかね、まあ、パソコンがないからそれしかないっていうのもあるかもしれないけど、まあ、外出先とかではやらない方がいいですね、うん、チャート見ない方がいいですやりたくなっちゃうから基本的に為替 <laughs> FX っていうのはいかにやらないかっていうことが仕事なんですよ、うん、普通の仕事っていうのは一生懸命働くことがね汗水垂らして1秒 1>, 1分1、今は汗水垂らして働くことが仕事だと思うんですけど残業したりしてね FX っていうのはいかにやらないかが仕事なんですよでやっちゃうとギャンブルになっちゃうから,からパチンコと一緒でですねパチンコやると楽しいじゃないですかでアルコールと一緒なんですよアルコール依存症、タバコ依存症パチンコ依存症、ギャンブル依存症と一緒でですねや,やる方が楽しいでしょタバコだって吸う方が楽しいし アルコールだって朝からねあの朝から飲んでる人いましたけどねそういえばねあの大阪と名古屋の間ぐらいの人ね <laughs> あのびっくりしました大阪のセミナー終わってみんなでトヨコイン泊まって朝、えー、1階のねロビーで集合したらもう朝ね何やろ9時ぐらいに集合したらその9時ね9時ロビーで缶ビール飲んでましたからね まあアルコール依存症ですわ、その人ね。だから、飲んじゃうでしょ、依存症の人っていうのは。でも、だから FX もね、依存症になったら負けちゃうんですよ。パチンコもそうなんだけれども、出たらやめる。出なくてもやめる。どこでやめるかで、パチプロになれるか、パチンコ破産者になるか違うんですよ。FX も、出たらや、あのー、出たらっていうか、ある程度、今日これぐらい稼いだらやめるとかね。<coughs> 今日っていうか、まあ、 まあ、毎日は稼げないですから、1ヶ月で何回やってね。で、こういう時にしかやらないと。ね、チャートが走る時にしかやらないと。あの、横横の、あの、レンジ相場の時はやらないと、ね。絶対やらないっていうルールを作って、ルールを作ってルールを守ることが仕事なんですよね。だから、1月2回とかね、3回しかポジらなくても、全然億万長者になれるわけ。逆に、 ポジ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 ね、朝から晩までね、一生懸命頑張っちゃうと、もうすぐ持ち金、ね、貯金なくなっちゃうんですよ。だから、いかにやらくないかっていうのが仕事なんですよね。だから、スマホとかタブレットでね、持ち歩きながらチャート見てね、チャンスを伺いたいっていうのはナンセンスです。だから逆にね、えっ、ー、と、家にいる時が少なくて仕事いっぱいあるからってことなんだけども、大丈夫ですから、はい。 あの絶好のチャンスを逃しても、えー、あなたがあの死ぬまで、死んだ後もですね、ドル円相場っていうのは生き残ってますから、はい、あの半永久的にですね、半永久、まあ、永久的にですね、ドル円相場っていうのはあるので、あなたが億万長者になるチャンスっていうのは、あの一向に減,ら減りませんから大丈夫です。ですから スマホとかね、タブレットで MT4 を動かすのはやめた方がいいです。家に帰ってじっくりですね、パソコンの前に座ってやるとで。できない日があってもいいし、できない月があってもいいし、できない年があってもいいです。はい、翌年にはできて億万長者になっていきますから大丈夫です、全然。はい、ということでね。 前回は、口座管理サーバーで口座を有効化しましたよね。口座作って有効化して入金をすると。まあ、クレジットカードが一番楽だよって話しましたよね。あとは国内銀行。あ、それでね、リソナ銀行だけじゃなくて、人によってはね、三井住友銀行の場合もあるし、それはなんかランダムで選ばれるみたいですね。で、ウェブブラウザーですね、こっちね。で、今日はこの MT4 のダウンロードをやります。MT4 っていうのは、 あれですねあのソフトウェアですね。それで今、YouTube 見てますよね、私はねで。私の YouTube 見てると思いますから、えー、ちょっと今。はい。で、一番新しいやつですね。でこれ止めていただいて、はい。あのー、今ね、撮影してるから今今、今今の動画っていうのは私、見れてないもんですから、 アップロードしてないからね、1個前のやつですよ。で、1、2、3、4、5ってやってきましたよね。6もやって、今日はね、7番目ですね。ここの動画解説欄はしばらく、まあ今年いっぱいぐらいは動かないように、うまあ今年来年ぐらいは動かさないようにします。7番目以下のページからメタトレーダー4、MT4 をダウンロードしてインストールしますということで、ここを押してください。<laughs> ね、押してくださいよ。 でこういう取引プラットフォームが出てくるので、これでメタトレーダー4ね。5じゃないですよ。まあ、5の方が新しいんだけど、あの使い方はなんか変だから、ちょっと難しいから、4にしてくださいね。それで、Windows パソコンはこれ、一番上、PC 対応 MT4。Macintosh のパソコンはこれ、Mac 対応 MT4。MT4 は Web トレーダーってなるんですよ。これ、Web ベースでできるんだけど、機能がすごい制限されているので、おすすめできません。 iPhone、iPad、Android、Android、タブレット。これはおすすめできません。まあ、動くんでしょうけれども、やっただけないし、おすすめできません。<laughs> やらないほうがいいです。あの、どうせ負けるから、負けちゃうから。これだけね、Windows に僕は Windows が好きなんで、てか、<laughs> Windows しか使ってないです、最近はね。はい、これのダウンロードしてくださいよ。でまあ、機能とかいろいろありますけど、 えー、この赤いダウンロードをします。で、ここにね、ここになんかダウンロードされますでしょドットエグゼっていうのはプログラムなんで、これ開く。やってください。で、はい。このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますかって出てくるんで、はい。そして、えー、っと、これは同意書ですね。 まあ全部読んでて、ち,ち,ちっちゃいんだけどね。読めねえたらこれって。で、次へ行きます。で、これでもうダウンロードし、インストールしてますね。ダウンロードのことですね。あ、インストールか。ダウンロードはここでここに来た時点で終わってるんですね。で、インストール。ダウンロードっていうのはこのサーバー。XM のサーバーから自分のパソコンにダウンロード。持ってきたと。で、インストールっていうのはこれ持ってきた ソフトをパソコンの中で展開するってやつですね使すぐ。今すぐ使えるように展開するっていうのをインストールって言います。おめでとうございます。お待ちしていました。ということで、終了ですね。これでね。はい。で、MQL5 と、これよくわかんないんですけど、えー、あ、さっきやった、これはですね、なんかいろいろ質問コーナーとかそういうものですよねで。これはまあ今、閉じておいてください。 これが開きましたよね。これが開きました。まあ多分皆さんの中ではチャートが1個開いてるかもしれません。で、これ、まあさ、えっと僕ね、すでに,にダウンロードしてるのでこれが出てるんですよね。それで、まずこの左上のね、ちょっと待ってね、見えにくいか。どうしようかな。ちょ,ちょっと、レンズにするかな。はい。 ここの右上のですね、えっ、ー、と、ファイルファイルっていうのがありますね、ここに。ファイルの、えー、デモコーダの申請ですね。デモコーダの申請。そうそうちょ、ちょっと見にくいね、これね。えー、これ表示じゃなくて、全画面にして、はい、こうですね。もう一回、こう、ファイルのですね、あ、もう一回やりますよ。 ファイルのですね、デモ講座の申請、取引講座にログインじゃなくて、デモ講座の申請してください。デモ講座じゃないんだけど、リアル講座なんだけど、まあ、デモ講座もどっちも一緒なんですよ、これ。それで、えっ、ー、と、ここまで来ますよね。そしたらどうするかというとですね、えー、何なんだっていうことで、まずね、メール見てください。メール。で、 メール XM トレーディングへようこそって,言ってメールが来てると思うんですよね。そして、えー、っとこ,これ2通目のメールですね。お客様の MT4 の ID はこれですと。44041004。ご希望の XM の MT4 プラットフォームからサーバー、えー、XM トレーディングリアル34にログインしてくださいということで、えー、私たちがあの必要なのはこの ID ですね。 MT4 の ID とパスワードと、パスワードはもうここに書いてないんだけど、講座開設の時にせの登録しましたよね、パスワード。覚えてますか大文字小文字数字ですよね。が入ってるやつですね。だからこれ、ID とパスワードと、あと必要なのが、このサーバー、サーバーなんですよ。サーバー番号3、これリアル34ですけども、これ何かっていうとですね、 これさっきの,の XM の FX の為替トレードサーバーあるでしょこれがね、むちゃくちゃいっぱいあるんですよ。なぜかというと、XM っていうのは世界中の人から人すごい人気のある FX 会社なので、サーバー1個じゃねあの、足りなくなっちゃったんだよね。それでサーバー1、サーバー2、サーバー4とかやってるうちに、今もうサーバー34までなっちゃったんですよね。だからこれ、たくさんサーバーがあるから、 どのサーバーに接続しに行くのかっていうのを、えー、選ばなくちゃいけないんですよねで、ここのところをメールのここのところをこ,こうやって白黒反転してマウスの右ボタンやってコピーしてくださいよ見なかった今こうやって白黒反転したらマウスの右ボタンでコピーしてくださいそしてそしてですよそして XMXM 行っていただいて えーこ,こ,ま、ここ、あのね、このサーバーにね、一番最初に開くと、サーバー34っていうのが出てこないんですよ。だから一番、これね、一番、ここのところ一番下まで持っていって、ここにですね、貼り付けやるんですよ。マウスの右ボタンで、貼り付け。そしてスキャンをしてください。スキャン。そうすると、XM の あの全ての世界中に設置されているサーバーを全部見に行くんですよ。スキャンっていうのは、えー、スキャニングっていう意味でですね、調査,調査しに行くってことですね。で、<laughs> でそうすると、えー、この DR34 ってここにありますよね。これ出てくるんですよ。で、ここを白黒反転させて、次へ押します。で、既存のアカウントっていうところをチェックして、ここにですね、 えっとこのメールのですね、これ ID、これね、これをコピーしておいて、そして入れるんですね、ここに。ログインはメールアドレスじゃないですよ。この数字ですよ。で、パスワードは、えー、講座解説の時に自分で決めたやつですね。入れてください。大文字小文字数字ですね。 はいこれで完了ボタンを押します。そう,そうすると、ログインできるんですね。これでね、ログインした状態になるんですよ。はあみたいな感じで何もないですよね。で、これファイル、すいません。これで次にファイルを押していただいて、新規チャートってやるんですね。で、これ USDJPY。まあ、あの、ね、ドル円とか、ポンド円とか、ポンドドルとかね、ユーロポンドとか、いろいろあるんですけどね、通貨ペアが。 まああの最初は、ね、ドル円しかやらないほうがいいです。本当に難しいから他のところ。ドルっての USD でしょ ?United States of America でしょのドルでしょ ?JPY でしょ ?JP ってジャパンの Y は円ですからね。USDJPY USD っていうのがドル円相場なんですよで。これがドル円相場のチャートなんですね。でこう押していただいて真ん中ね。でなんだこれと。 なんだこれと、なんか棒だよと、なんかこれロウソカシじゃなくて違うよねってことなので、これはですね、あのー、ロウソカシじゃなくないので、えー、こ,こ押してください。この真ん中。これがロウソカシなんですよ。ね。ここね、真ん中ね。これロウソカシでいい、あこれ見ただけやるって感じでしょ。で、こっからどうするかっていうことなんですけど、なんか色やだなと。白黒の方がいいよねと。 ね、な,んかなんか色違いよね、嫌だよねと。そうしましたら、ここ、えー、ちょっと大きくしますね、えー、どこでもいいので、この黒いところで、マウスの右ボタンですね、中指ボタンを押していただいて、一番下のですね、プロパティ、プロパティっては参照ってことですね、押していただいて、色の設定を押していただいて、色変えたいよってことですよね。それなので、じゃあ上今ね、上昇が黒なんですよ。 で、右はあ、緑の枠だけなんですよ。で、加工が白なんですよね。ほら、加工、ロウソクは白。なんで、どうするかということで、えー、大体ね、上昇は青にしてる人多いね。うん。で、こっちの上昇バーツって、この上とか下のね、あの、ロウソクのところも上昇青と。これね。で、加工は、加工、ロウソク足は赤の人が多いね。なんてうか、赤。 でこっちの加工のバーの方も、まあ、ヒゲって言うんだけど、赤と。で、とりあえず OK 押すと。押すと、お、見た時やるぞと。あ、これ見た時あるぞと。ちょっと見やすいよね。見やすくなりましたね、これね。で、まずはここまで、えー、やってくださいということですね。で、時間足、時間足って知って,知ってますこの1、1分足、細かく見るとかね。まあ、大きく見るとか。これ1分足だったら、 今何が起こっているのかですね。で、あと大いこう、日足だったら D1 ですよね。D d a y day, day 1, 1日ですから、日足これは週足、ウィークリー1。マンスリー、まあ、月足ですね。で、これは4時間。4、ナワーですね。これ、ワンナワーで1時間。30分、30分ミニッツですね。15分ミニッツ、ワンミニッツですね。 ミリッツって1分ってことね。アワーっていうのは時間ってこと知ってますよね。はい。それで、あ、これは冷やしですよね。で、これだけだと、うん、ちょっとわかんないぞと。なんかいろいろ線出てるじゃないかってなるじゃないですか。で、ここが1月3日のフラッシュクラッシュでビヨーンって下に、下しげ伸ばしてビヨーンって上に行きましたよね。で、今の残金ゼロですね。でこれ、クレジットカードとか、 銀行入金すればこれが1万円。1万円入れると2万円になりますからね。あとボーナスがあるから2万3千円。ボーナスだけもらった人はここに3千円って書いてあると思います。3千円っていうか、まあ、3あ三千ポイントだね。<laughs> プレゼント。ボーナスポイントはポイントですね。ただ、あの円と同じ感じで使えます。あとね、ここを、ここの、ここのところをね、押すとこう右側がああ開くんですよ。で押さないと、 ぴったりくっついちゃうんですよねで開けた方がちょっと考えられるんでね、このスペースに上行くのかな、下行くのかなって考えられるので、ここ開けてる人が多いです。はい、ここはね、あの空想する、空想するスペースなんですよ。あと、ここのね、ここ押すと、こう過,去過去を振り返った時にも戻らないんですね。で、こうずっと押しっぱなすると、チ、え、ャーっと、ロうソク足がねあの、1個ずつ増えていくために、ビヨーンって戻っていっちゃいますから、 過去をね、過去、あ、こうなってたのかなってのを、検証するときは、こう、押さないようにし,しといた方がいいと思いますよ。ほらね、戻っちゃうでしょ、自動でね。それでえ、これじゃ分かりにくいので、えっ、ー、と、これからですね、えー、まず、動平均線入れていきたいと思います。えー、移動平均線はね、今はね、10、25、75、10、25、75、 12200の5本入れたいと思います。まあ今それがね、1番のトレンドなんでね。で、まずは、あ,あ、すいません。ちょっとね。えー、っとね、ここのですね、挿入のインディケーターのトレンドのムービングアラベレージ。まあ、ムービングってあの動くって感じ、ね、動く、平均。 動く平均ですよねで。移動平均なんですよ。はい。それでまずは期間が10。10を設定してください。まあ、10移動平均線ですね。はい。あで、これ、日足のローソクで見たら10日移動平均線ですけど、まあ、1分足で見たら10分移動平均線ですね。それでこれは、移動はですね、オレンジにしようかな。はい。DMM がね、オレンジなんですよね。 だからオレンジこれかオレンジレッドそしてこれはちょっとうそうだなこのまにしようかちょっと1本太くした方がいいね2本かはい <laughs> でこんな感じですねちょっと太すぎたか太すぎたかちょっと太すぎたかでもあのダブルクリックすると、ね、出てきますからちょっと太すぎたなじゃあ1本だけこれぐらいですね どうでしょうかあいいと思いますねいいと思いますはいちょっと色が色が赤っぽいですねだから色をもうちょっとオレンジにしようかなあちょっと待ってねこっちにしようはい続きまして2525 25移動平均線ですね25移動平均線をまたやりますよはい えっと、挿入のインディケーター、トレンドのムービングアベレージ、25ですね、これね。25移動平均線今ね、世界中のヘッジファンドが10、25、75、122役使ってますから、だから我々ヘッジファンド、ヘッジファンド並びでいきましょうね。でこれがむ、えー、っと、黄緑ですね。黄緑ですね。 はい、それで、これでいいですよね。はい、これが、25ですね。25移動平均線。だんだん滑らかになってきますよ。うん、たくさんのローソク足の移動平均線のえ合計の平均なんでね、だんだん滑らかになってきます。本あの、10、10が一番ね、あの実態に合ってますよね。インディケーター、ートレンド、ムービングアブレージ。次、 えー、75ですね次ね75これはえー、っとこれですね水色はいこれでいいですねだんだん緩やかになってきますよで次に、えー、102575次120ですね100でまあ120の方がいいかなまああとは自分でねいろいろ研究していただくといいと思いますよ ムービングアベレージで120でこれ黄色にしましょうか黄色使ってないからねはいで次200ですね違うインジケーターのトレンドのムービングアベレージの200ですねこれどうしますかね白 白型にしようかじゃあはいこうですねでちょっと戻るとでこれはですね、えー、どういう意味をしているかというとですねまあ、大体4時間足かなそれでですね例えば、えー、長期 え短期移動平均線が長期移動平均線を下から上にぶち抜くとき、えー、例えばこれですねここが、えー、これ緑だから25移動平均線をこのオレンジ茶色っぽいけどオレンジこれ10移,動10移動平均線ですよねえだから短期移動平均線が長期移動平均線を下から上にぶち抜いたときはこれ,これはロングで入るんですよ ロングいわゆるるででですねで入るんですね入んここで、だここ買いなんですよ。で、一旦落ちるけど、ずっと上上がりますよね。はい。で、逆に、えここ、<laughs> 長期移動平均線を短期移動平均線が上から下にぶち抜くとき、ここですよねあ。ここがね、だからここはね、ゴールデンクロスって言うんですよ。で、これデッドクロスって言っても死んだってことで、ここで決済。決済して今度、ショート、セルですね。売りで入るんです。 はい、そして、ここで決済で。ここでロングで入って、ここで決済で。どこが山の頂点か分かんないし、どこがあの一番下なのか分かんないんでね、実際問題。で、こういうテクニカルチャートでやっていくんですね。ゴールデンクロスとデッドクロス。あと、MacD とか、ストキャストとかいろんなのあるんだけども、えそこら辺はね、えー、どうしようかな。まあ、売られすぎ、買われすぎってのあるんですよね。インディケーターの、 オシレーター系の Mac でをちょっと入れておくとかね。このままでね。はい。で、これが、売られか、買われすぎですね。このシマシマがね。で、これが売られすぎなんで、まあ、これ、買われすぎてるから、こう落ちてきましたよねで。これはだんだん落ちてくるよーって証拠ですね。で、これは売られすぎなんで、今度、まあ上がるかなって感じですね。まあ、どうなるかなでも、これ下がっちゃうかもしれないね、これね。 うん、必ずしもこのテクニカルチャート通り行くってわけじゃないんですよね。まあ、だからあの負けちゃう人もいっぱいいるわけなんですけれども一応この移動平均線を使ったですねテクあのトレード手法っていうのは結構有名ですね。はい、ここら辺の線が絡まってるところっていうのは非常に重要なところです。線がね、こうやって線が絡まってるところね。 これロン,グロングですね,こ,れね、はい、でこ,こで決済ですねで。ここの頭で決済できないわけですよ。わ、うん、かんないから、これもっと一回押し目つけて上行くかもしれないからね。でもこれ下でしょ。だからここで一応、じゃあどこで決済するのって話になったらここ、ここですね。で、こう決済して今度ショートですね。そしてこう交わってるけどギリギリですね。交わってないので、ずっとまだショートでいいですね。これね、ショートですね、ずっと。 はい、ここがまた,た短期移動平均線がこの長期移動平均線を上から下から上にぶち抜いたら決済してこのロングですねだからまだこれはショートのままでいいですねそうですねここはギリギリついてないですねこれねついてるのかもしれないけど交差してないですからねはいでこれはですねえー、っと保存します 一旦、ね、保存するんですよ。で、この黒いところで、マウスの右ボタンを押して、えー、っと、お定形チャート。定形チャートって言ってですね、定形として保存。で、まあ、移動平均線って前つけちゃったけど、もう一回、移動平均線2とかやりますね。2。で、これ保存。 します。そうすると、どうなるかというと、えー、もう一回ね、ファイルで新規チャートってやって、USD JPO 行ってやると、新しいの出ちゃうんですよ。で、まあ、え複数チャートを同時に表示するときは、ここを押すのね。ここってわかりました今。ここのとこね。ここのとこを押すんですよ。これ。そうすると、こう、えー、何個でもね、いっぺんに表示してくれるんですが、 で、これ、なんか、元戻っちゃったじゃないですか、これ。これ。これ、また1からやるのめんどくさいなってことで、どうするかというと、これ、あ、ちょっと見えないこれ見えないよね。こ,こっちのチャートの黒いところで <laughs>、定型チャートって言ってね。そして、えこう保存されてますから、これ2ってやるんですよ。そうすると、あの、出てくるんですよ。はい、こっちと同じ設定がね、出てくるんで、 はい、ここで、あ、よかったよかったって。で、こっちをですね、じゃあこの移動平均線を消してですね、今度ね、ボリンジャーバンドでやりたいっていうふうにしたらどうするかというと、これチャート、すいません。えー、ここはチャートあるでしょチャートの表示中のインディケーターって押していただいて、えー、ここですね、全部削除します。えー、あの大丈夫ですから、左の方にはね、はい。 残ってまますすからねで削除しますそうするとどうなってるかというと消えちゃいましたよねはい消えてますよねでこっちは残ってますからねこっち残っててこっち消えてるんですよで今度こっち何するかというと例えばえー、そうだな一目均衡表っていうのがあるんですよねインディケーターのトレンドの一目均衡表ってこあるでしょ これをピュッてやると、まあ、このままの設定でいいので、OK と押すんですよ。そうすると一目さんが出てくるんですね。一目均衡表が出てきます。で、これの見方は、また <laughs> お伝えしますが、基本的にはこの雲、雲とか地高パターン、地高パターンとかあるんでね、えー、これ、雲を抜けると上昇トレンド。 雲,雲の下に行っちゃうと、これ、加工になっちゃうんですよね。で、今、この雲、雲の上をですね、上昇気流でずっと行ってますよね。冷やしですけどね。まあ、大体、冷やし以下は見ない方がいいですよ。こんな細かいところを見てもしょうがないから。あだから、DY っていうのは、冷やしですよね。これ1本の黒とかあのあ赤とか青のろうそくが1日なんですよ。これ1日。 1>, 1日、2日、3日、4日、5日とかね。はい。なんで、今、上昇トレンドなので、この雲を抜けてくると、ドーンと落っこってくるんですよね。あとは、この雲と雲のねじれがあるじゃないですか、この白い雲とオレンジの雲で、こねじれがある、ここに。こういう時が落っこって、ドーンとこういうとこで落ちたり、えー、逆に上昇したりするんですよね。で今はねじれ、雲のねじれもないし、 右肩上がりなんで上がっていくかなと。ただ、雲がこう薄くなってきたんだよね、これね。薄くなってくるときって結構落ちるんですよ。だからちょっと落ちるかもしれないね、これからね。うん、落ちるかもしれないね。うーん。で、一応これと2つ作りましたよね、ドル円ね。で、もう1個作ろうと思うんですよ、ボリンジャーバンド。で、新規チャートで USDJPY。 こうやってですね何個、何個でも入りますからね。えー、だからさ、あの中野さんの FX の付けの上って、モニターたくさんあるんですかって、テレビモニター、パソコンモニターたくさん4台も6台もあるんですかってよく聞かれるんですけど、僕ね、1台しかないですから、ノートパソコンでやってるだけですから。 ノートパソコンはテレビと HDMI ケーブルでテレビとくっつけて2画面にできるんだけどそれ昔やってたけど今やってないです、はい、なぜかというとそんな複雑なことやっても FX は勝てないんですよみんながみんながそうやるからね、うん、勝てないですねみんなと逆のことやらなくちゃもっとシンプルにシンプルに、はい、あの1日1日 1>, 1回しかやって、あんまり見ないしね。下手すれば別にあ飽,き飽きちゃってねやん。やんない時の方が多いですよ。で、これもですね、また。あ <laughs> ちょっと待ってくださいね、えー。簡単操作の拡大鏡ですね。あ、オンになってるな。オンになってる。はい、拡大鏡で、これもですね、右。 画像を定型チャートですね。定型チャートの移動平均線2ってやってですね、こうなりますよね。そしたら、ここがフォーカス、これがフォーカスされてますよね。だから、それのツールの、あ、違う違う、チャートの表示中のインディケーターってやりますと、こう出てくるんで、これ全部消します。削除、削除、削除。 削除、削除の、マックディも削除と。で、でどうなったかというとですね、はい、何もつるっぱげてなくなりましたよね。はい。で、一応、これはもう一目均衡表が出てるし、これは移動平均線とマックディが出てるよと。で、これ何にするのって言ったら、今度ボリンジャーバンドにしようと思ってます。で、ボリンジャーバンドは後で使い方を説明しますけれども、 えっと、横横の時に威力発揮すするんですよねトレンドが出た時は、移動平均線とか、えー、こっちの一目均衡表が威力発揮するんだけど、横横、とにかくレンジでずっと横で上も下もいかない時は、ボリンジャーバンドを見ながらトレードすると、えー、儲かります、はいで。じゃあ、ボリンジャーバンドの設定に行きたいと思いますが、ちょっとお待ちくださいね。 はい。それではね、続きをやっていきたいと思います。トレンドのですね、このボリンジャーバンド。英語だからね、見にくいですが、見にくかったか。もう一回やるか。はい。このですね、挿入、こうあるでしょ挿入のインディケーターのトレンドのボリンジャーバンドを押します。 それでこれはまあ期間は20でいいかな。で偏差まあ偏差値の偏差なんですけど 1, 1からね入れていただいて1そうだねで白でいいかなでこれ補足しようかちょっと入れてみますねありましたね、まあ、偏差値1ってことですね。 うん、で、次も入れます。いいでしょちっちゃくても。挿入のインジケーターのトレンドのボリンジャーバンド。で、次、これ。この偏差を2にしますね。で、まあ、よし白じゃない。どうしようか。あんまり、濃くてもな、うん。そうだな。ピンクにしようか。 バレにしよっかうんちょっと見にくいな白でいいか全部うんつ待ってね全部白にしますはいそうですねほんでもう一回インジケーターのトレンドの ボリンンジャーバンド今度偏差値3はい123ぐらいでいいですね <laughs> そうするとこうやってえっ、ー、と真ん中の線を中心にですねえプラス1シグマプラス2シグマプラス3シグママイナス1シグママイナス2シグママイナス3シグマってなるんですね <laughs> でまあこれはですね横横の時に威力を発揮するんですね 横横の時はね上行って今度下ついて上行って下ついてってことをやるんですよこういうとこもそうだねマイナス3シグマについたら今度はまあプラス2シグマぐらいまで行くとして今度はまた下の方行って、まあ、マイナス2シグマついてこれマイナス2シグマかなで上プラス1シグママイナス2シグマプラス1シグマみたいな感じでねこうやって上行ったり下行ったりするんですよねである,日とある日突然こう 大きく、ね、動き出すとで動き出す時は大体ですねあの一旦くぼむんだよねこうやってね一旦くぼみ出すんですよあくぼみ出したらおどっちか行くなと上か下か行くなって気をつけるということですねこういう時もくぼむんですよねはいこういう広がりがあってくぼむんですよでくぼむ時はだい大体、まあ、レンジだからねでこう広がりだしたら危ないぞ 思って、上か下にずっとトレンドが出るんですよね。はい、だからこういう時もくぼんでますよね。一旦くぼみ出すと、大きくガラガラっていくんですよね。だから、まあ、ここら辺もくぼんでますよね、これねで。ちょっと上行って下がりましたけども、こくぼみが、くぼみですね。これ、すごい長いくぼみですけどね。 でど、あのエネルギーがね、たまりたまるんですよ。で、急にね、ドガーンっていくんで、えー、なんかこうくぼんできたなと思ったら注意した方がいいですね。はい。で、これ、ボリンジャーバンドも一応、まあ今後ね、長野研究会で使っていきますので、えー、設定しておいていただければと思います。で、この3つね、だからこれは移動平均線ですよね。 えー、あと、マックでですね、移動平均線も、まあ、使うときは使いますね。えー、ど,どこで決済したらいいのかとかね、まあ、エントリーして本当にいいものなのかどうなのか、それは、えー、まあ、ゴールデンクロスになってるかどうかっていうのね、見,見極めながら、まあ、結局、だからこう、こうなってるわけですよね。こうなってる、あ、ここら辺、ちょっと交わってきたなと、線が。 そうそう人工知能がね、そろそろじゃ上げるかと、ゴールデンクロスになってから上げるかっていう、まあ、そういうね指示があるんだよねで。それでドーンって上がってきますよね。やっぱりここここが未来、私たち未来分かんないもんですから、こういうクロスしてますよね、ここね。これが黄色に対しては短期移動平均線ですからね。で、こうゴールデンクロスになってるんでね。で、上だなと。まあ、こういうところも、 未来は分かんないもんですからこれも本当に上行くのかなとちょっと見ててでこうやってここでクロスしましたよねだからまあロングで入ると一旦下行ったけどロングを信じててよかったわけですねこれねでこれでデッドクロスになってるから決済してここでまた、えーまあ、ここでいいのかなここでゴールデンクロスになってるからロングですねでこうやってずーっと持ってて <laughs> そうだね、まあ、ここで、えー、デッドクロスになってる、これ決済かなで。こんな感じでやっていきます。で、これは、えー、っと、そうですね、ここが、そうですね、ここら辺でもショートでツイてもいいかもしれないね。ちょっと上行きましたけどね、でもショートでいいと思いますね。これ、デッドクロスしてるんで、ここら、ここでもデッドクロスしてますよね。 だからここからスーッと落ちる予定だったんだけど一旦上がっちゃったんだよね。まあ、騙しですねこれね。で、どのぐらい上がったかなこれ。まあ、30ピプスぐらい上がったか。だからまあそうだな。40ピプスぐらいの、えー、ゆとりを見てねエントリーすれば、えーか、駆られないでね <laughs> 下行ったかなと思いますけどね。うんこれデッドクロスなんでねここでね。 でも浮いちゃった、ね、うんただ結果的には下がるんでねやっぱりそこら辺の余剰資金とかね、えー、余剰資金というかまあ余力をどのぐらい持つかですねうんそこら辺も重要になってきますあまあこれテクニカルチャート分析なんですけども、まあ、中野研究会ではメインはあのファンダメンタル分析でやってるのであんまりこう 含み損に耐え,耐えるとかね、耐え抜くとか、そういうことはやらないようにしてるんですねで。これ4時間足ですけども、雲出ましたよね、これね。完全に下げますね、これね。下げ、下げの合図ですね。下げの合図ですね。だこれ、そうですね。あとボリンジャーバンドを見てみますか、うん。下げですね、これね、完全にね。ちょっとここはまだわかんないですけどね。うん、ボリンジャーバンドは、 トレンドには弱いんだけどもね。どうかな下,下げですね。下げてますもんね。ん下がるから。ボリンチャーマンドはちょっとトレンドには弱いけど、まあ一応これ30分足して下の方行っちゃってますもんね。うん。1時間はどうかなそうですね。ちょっとふす。 スクイーズ、まあ、収縮し出しましたね、4時間足だとね、まあ、一気に下にドカーンっていく可能性ありますね。はい、ということで、一応この、まあ中野研究会はこの3つさえあれば大丈夫かな。あとはファンダメンタルでやりますから、とりあえずここまでね、えー、MT4 のダウンロードとインストールと、えー、詳細設定をね、この辺が一番いいかと思います。それでは今回はこれで終わりにさせていただきます。 千葉県松戸市よりトムクルーズがお伝えいたたししました、えー、今日のね夜ね、えー、一般公開ライブできたらやりたいと思います。皆様に平成の、えー、ご挨拶をねして、あと令和のねご挨拶もしたいと思います。できればですよ。できなかったらやりませんけどね。それではどうも、失礼いたします。